回し蹴りは腰の回転とスナップが膝のスナップの水平に効かすのがポイントです。はい、用意、最初三挙動、1、これから水平に回転します。2、3、1、2、3、はい、1挙動、交互にやってください。1、2、3、4、はい、これを今度横から横を向いてやります。はい、これが膝を上げてください。1、これが4挙動、2、この時に手のひらに垂直に当たります。3、垂直に当たりますね、足が。4、はい、1、2、3、4、はい、1挙動で、1、2、そう、はい、それを交互にやってください。はい、1挙動、1、2、3、4、はい、やめ、始め。1、2、3、4、5、このように蹴った後の支え足が大事です。はい、やめ、よし、2、3、最初に中段回し蹴り、1、2、3、これ回し蹴りも前蹴りも引き足が大事です。1、2、3、やめ。